創世紀の第21章一節から「主は約束されたとおりサラを顧みて仰せられたとおりに主はサラになさった」「サラは身ごもりそして神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ」「アブラハムは自分に生まれた子サラが自分に産んだ子をいさく 名付けたイサクの誕生イサクというのは笑笑笑いいいののののの誕誕誕誕誕生生生生生イイササククとそしてアブラハムは神が彼に命じられた通り八日目になった自分の子イサクに割礼を施したアブラハムはその子イサクが生まれたとこは100歳であったサラは言った神は私を笑われました聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。 また彼女は言った誰がアブラハムにサラが子供に乳を飲ませると告げたでしょうところが私はあの年寄りに子を産みましたその子は座って血離れをしたアブラハムはイサクの血離れの日に盛大な宴会を催したその時サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子イシマエルですね エシュマエルが自分の子・イサクをまあからかっているバカにしているいじめているのを見たそしてアブラハムに行ったこのハシタメをその子と一緒に追い出してくださいとこのハシタメの子は私の子・イサクと一緒に跡取りになるべきではありませんまあこのことでアブラハムは非常に悩んだとこう書いてありますけれど。先週のメッセージは まあ我々の人生の中には「陰」と「陽」の2つのエレメントがあるよということでありました。えー、良いことと思われることまた悪いことと思われることが起こるよということですけれどまあ「陽」体験の中にやっぱり「陰」を見つけるということが大切なんですがまた「陰」の体験の中に、まあ、暗い中にですね 明るいもの「陽」というものを見つけることが大切なんでなぜなら私たちは両面持ってて絶えず両面持ってて私たちの人生が成り立つ私という人間が成り立っているんですね。イクビリアムという言葉がありますけれどどうして地球がこのサイズであるかというと内側のこう押し出すエネルギーと重力ですね、えー、こう押し潰すエネルギーが 同,時でまあ、同じように中からこの平行しているこの地球の形太陽の形という、えー、月の形というような内側からの押し出す力と押し付ける力がまあ平行しているのでこういう形なんで、まあ、私たちにも陰と陽がありましてそういうものが私たちこう人間を作っているんだというのが東洋的な考えであ私にとっては大変納得なんですね。 今日はおはがきをいただきました。しばらくがん、糖尿をされていた姉妹でありますけれど、長らく神様にお祈りしてたということですね。どういうお祈りかというと、いるならいることを分からせてと暗い中を歩んできましたが、病気を通して答えが与えられました。これってやっぱり院の中に病み、病気を通して御言葉をいただいたという。 病気というのは、まあ、陰であるならば神の言葉は「陽」であるということですねですから「陰」の中にある時に「陽」を見つけることが大切エレミアの29の11私はあなたのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われるそれは平和の計画であって災いの計画ではないと災いの計画ではない将来時を与えるためのものであるその時あなた方が私を呼び 来て私私に祈り求めるな私その時あなたがまあ院の中にある時ですね辛い中にある時に私のところに来て私の名を呼んで私に祈り求めるなら私は聞く私を尋ね求めるならば見出し心を尽くして私を求めるなら私に出会うと、えー、昨年は祝福の一年でしたそして今年は主の名を呼び呼、えー、んで 祈りを聞いい、てもらい尋ね求めて神様と毎日出会う日々にしていただきたいと思ってますと元気になりましたというこういうおはがきでありましたけれどですからまあ私たちはになると沈んじゃうんですけど沈んじゃなくて。 を見つけてを体験する私たちの場合は聖書があって神がいて神が我々に語ってくれるわけですからね私たちには信仰があるわけですからどんなこう厳しい辛い中でも神という希望を絶えず持っていると。ですから私たちの因の生活の中で「用」を探すことは全然難しくない。ね。まあ今日のお話もこの「用」の話 赤ちゃんが生まれたよとイサクで笑いという名前を付けたんだと、えー、こういうことですからまあ「イサクが誕生した笑いが誕生した、えー、そういうお話でありますけれど、えー、笑いということでもう現代はお笑いが大流行でテレビにお笑い番組を見る関西系のお笑い番組を見る人は多いんではないかと思いますがそれだけ笑いが必要としている時代であるとこう思いますね。 でまあ、この笑いに関してはもう医学的な研究がなされたわけですけれどそして笑いがいかに健康にいいかということがあるいは病気を癒すかということが分かってきたんですけれどその初めはノーマン・ンカズンという人から始まったんですね、まあ、医学界では笑いは健康にいいんじゃないかなという薄々こうすうす気が付いてましたが研究する人はいなかった。証拠を 表す人たちもいなかった。で、ノーマン・カズンという人はシカゴ・トリビューンという新聞社のジャーナリストですね。彼は立派なことを日本にしてくださいまして、まあ60年前ぐらいでしょうかね。彼が日本に来て、まあ広島で悲惨な状況を見て、4400人の孤児たちですねのために。 アメリカでフォスター・ホームを見つけて、まあ、このような子子たちが家庭で育てられる愛の家庭の中で育てられるように、まあ、ジャーニー、まあ、クリスチャンですねジャーナリストですまあクリスチャン新聞社ではありませんけどシカゴトリビューンというシカゴというのはその当時は今でもそうですが昔は巨大な都市ですからねアメリカの指折りの都市でしたからニューヨークシカゴというこういう感じでしたからそこで大活躍をした。 それでまた50人の女性たちですね特に独身の被爆された若い女性たち被爆されて顔にしみができてしまった人をアメリカに連れていってそこでですね整形手術,術を施す活動をしたこういうような人でありますけれどまあ彼が10歳の時に怪我くなってしまったんですね。 でその時結核っていうのはもう療養老所には、まあ、死の病でしたよね死の病と呼ばれてましただからもう彼はもう子どもの頃から療養所に入ってたんですねそしてその療養所に入っている中でああこの結核患者には2種類の人がいるっていうことに気がついたんですよ。まあ一つ一人は現実主義者でもう一つは楽天主義者ですね。 楽天主義者のことをオプティミストというオプティミスト楽天主義者で,で楽天主義者とそれから現実リアウエストという現状をしっかり捉える自分は病気だとしかもこの結核と呼ぶべきで多くの人がこの死ぬ病気であるというだから私も死ぬ可能性はかなり高いというこういう現実的な人ですね まあそういう人たちの特徴は割合孤立して孤独でよくこう真面目な本を読んだりですね、まあ、あのそういう活動をしている。オプテミストという人たちは絶えず住んでわいわいガヤガヤおしゃべりしてまあくだらないことも含めて笑ってるパーティーをしてるいいかげんなことをやってるところが彼が気が付いたことは彼はどっちかというと真面目だったんですが、うん、彼が気が付いたことは 元気になって退院していくのはこのオプティミストの人たちだっていう、つるんでしゃべって歌って食べて飲んでこういうことをやってる人たちが子供ながらにですね退院していくんだということに気がついたんです、ね、で自分自身もそういう楽天的な人たちのな間に自分の身を入れてついに癒されて自分も退院できたという経験があります。 えそれで彼が抗原病にかかってしまうんですねで、それがもう富士の病と言いましょうか統計的には500人に1人しか癒されない統計的にはこういう病気この抗原病は500人に1人しか生存できないよという病気にかかってしまうですから医学的にはほとんど何もできないんだよということでビタミンや剤を飲むことぐらいですねところが彼があるとき笑ったんですねあるとき笑ったら 痛みが随分楽になったなっていう経験をした、ね。まあ彼はジャーナリストですから大変な知識を持っている人ですよね。でその当時は笑いが健康にいいなんていうことは一切言われなかったんですけれど、彼は笑ってみたらなんか腹を映画館に行って映画を見て喜劇を見て腹を抱えて笑ったら何か自分自分が随分痛みが楽になった。 それで、まあ、人体実験したわけでよしやってみようと毎日毎日咲いててて笑ってみようとやってみるでそのためにですね映画を見に行ったり、まあ、いろいろ楽しいラジオとか、まあ、あの楽しい読み物とかも全部笑いが起こること,というようなことばっかりやってそしてなるべく大げさに腹を抱えて、えー、口を上げて声を出してああわッハって笑うようにしたそして彼は 癒しちゃったっていうか癒されちゃったんですね。で、まあその後でまたまあ疲労の成果ですね。こう心臓病になって心臓。<laughs> まあ、まあ、子供の頃結核になるぐらいしか決して強い人じゃなかったんでしょうね。あ、やっぱり。これはもう非常に、まあ、治らないとは言わないけど、もう危ないよ。っていう治らないとは言わないけどね。っていう。まあ、医者としては？ もうあんまりできないんだよ。っていうことで。でも彼は治らないとはあ,あの言わないけど、って可能性はまあないわけじゃないけど、っていう言葉に希望を持って、また笑い療法を施してまた生き延びちゃったんです。で、彼はジャーナリストからこの物語を。まあね記事に載せる本方まで書いたわけですけれど、それからですね。医学の世界が笑いの研究を始めた。 そして今になったら笑いというものがいかに精神的な健康にいってステロを解消するかそして肉体的なまあ血液の流れとかですね肝臓とか臨場とか腸とかに大変いいというこういうことでまあ笑いましょうみたいな文化がこう起こってきたっていうか医学的に説明されてきたということで笑いが 私はもう20年ぐらい前に軽井沢で笑いセミナーっていうのをやりまして笑いセミナーっていうかセミナーの中で笑いをテーマにして5回、まあ、この「ノーマン・カズ」の話もその時にしたんですけれど私が一番この大好きなのはまあリンパの話です、ね、日本ではこう血液がサラサラ血液がサラアメリカではまあ昔私がアメリカにいた30年前は こうリンパの話がリンパが大切なんだよと日本に来るとほとんどリンパの話よりも血液が血液がサラサラっていう話が多いんですがもちろん皆さんが知っているようにリンパというのは私たちの体中を血液と同じように行き巡っているんですよねそしてこのリンパっていうのは体の中の毒素とか死んだ細胞とかそういうものを押し出すややる免疫の力ですね外物を押し出す私たちが なるべく健康なものを食べるっていうのが有効なんですけれどえこう食べ物パンであろうと何であろうと一種の毒物が入ってくるわけですよ、はい。なるべくそういうものを食べないようにっていうのが今流行ですけど私は食べていいいんんだっていう考えなんですね私たちは免疫があって免疫が戦ってくれるわけだからもし私たちの体の中に害物毒物がいなかったら 免疫がカンンフォーートゾーンに入れちゃってもう戦う力を失っちゃうから適当に毒が入ったのが <laughs> 免疫がですね存在価値があるっていうか、えー、自分がが働く価値があるんですよねそういうふうに体ができてるから毒が入ってもいいよってある程度は毒に入った方がいいんですよ。無菌状態う無菌が入ってま、えー、うちの今子どもたちは5泊うちにしてますから、まあ、ちょっと病気になってるのもいますしね。 子供が3人もいるともういろいろな売金を持ってくるんですねいいんですよ売金を持ってくれても免疫さえ強ければでもの私の考えはそうです人生苦労あったっていいんですよ病気があったっていいんですよいろいろなことがあるんだから人生っていうのはだから それに対して免疫があるかということでまあ私が好きなのはこのリンパの話ですねリンパが活発だと体の毒物質をどん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 と外に出している いつもの話ですけれど、この流れがいいということですね。ただで受けて、ただで与えるっていうか、入ってきて出すみたいなね、こういうリズムの中で生きるのが健康にいいということで、この血液血管と違ってですね、このリンパにはドアが無数のドアがついています。何億というドアがついてんです、えー。弁がついてて、その弁が 動動けば動くほど毒が体から出るんですよパタ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 こって動いて動きながら,便が動ながら毒をこう流す,をす体外になさうとしてるんですねですからこのリンパ腺が元気であるとリンパが活躍しているっていうのはどういう状態っていうとこのリンパの便がよく動いてくれるドアが開いたり閉まったり開いたり閉まったりこれをもう一日中告げてくれるわけですね。 これが滞ってしまうと毒がたまるわけですね。まあ。私なんかは足がむくむという状況が頻繁に起こるわけですけど、まあ、そういう状況になってくるわけです。ええ。で、これに対して。まあ、アメリカの研究で、もう三十数年前に。ええー、えー、んですけど。便がいつ、どういう時に一番よく浮くんだろうかという。研究ですね。もう、皆さん、答えがわかります。わかってますよね。 笑った時です。笑った時に。笑う、大きなで笑った時に、一番この便が活発に動いてくれることです、ね。だから笑えば。正直に言って、えー、皆さん犬、犬を飼っている方がいらっしゃいますよね。猫、えー。犬笑いますか。猫笑いますか。猫笑いますか。笑わない。犬は笑います。

あれが笑いです <laughs> あれが笑いの源なんですよ。何しようとしてるんですか、えー、ってやって、体の中の外物を吐き出そうとしてる。笑いというのはもともと体の外物を吐き出そうとする行為なんですね。 今は笑えば外物が出てくということになりますけどもともとは我々人間も哺乳類はそうです我々人間も食べてしまって全てのものに害毒が入ってるんですけどそれが過剰になるとそれを吐き出すわけです体が押し出して吐き出してくれるわけですしいい本当はトイレで処理するのが一番いいんだけれどしかしあまりに毒が強い時に吐いてくれるわけで実を言うと吐くという行為が。 笑いのオリジンなんですよ。だから反対に言えば笑えば毒は出てくるっていうことでしょうねでそういった面で、えー、こう笑いというものが一番健康にもう一つ言わなきゃいけないですねもう一つあげます笑いと同じように効果にあるものは何でしょう笑いと同じように効果がある毒が出ていく。はい。泣くは当然出てくるでしょうね 笑なくていうことがいかに精神的にもでも泣きすぎたり悲しみすぎるとこれも難しくなってくるわけですけど例えば鬱みたいになっちゃう非常に悪くなってきますもんねしかし彼らが医者たちが与えた答えは笑うことともう一つ違いますなんでしょうはい遊ぶこといい答えですねはい遊ぶ好きな笹さんらしい答えです。 他にありますか。医者が与えた答えはそうではありません。<笑>,<笑>,笑うことともう一つ歌うことですね。笑うことと歌うことは同じ効果をまあリンあのリンパ腺に与えるそうです。 歌ってるときに私たちのリンパ腺の中にあるところのドアが非常に下がるですから私たちが本当に笑うのもクワイヤがこうね楽器を見て歌うような歌い方ではなくして本当に力いっぱいカラウンが特に感情を込めてですねまあ心を込めて感情的に歌うことが非常に健康にいいんです はっきり言って全てを泣くなら感情を込めて泣いた方がいいし笑うなら感情を込めてやるし語るなら感情を込めて話した方がいいし楽感情っていうのはカラフルですからこれがグレーにならないで黄色だったり大々色だったら赤だったり白だったりね黒でもいいですけどもはっきりして明確な感情が表すこの「体」っていうのは心を表すものですね。 私はっていう時にどういう意味かというと私の心はという意味なんです私の魂はあるいは私の精神は私のマインドはって私って私のマインドであ,であり私の魂であり私の精神でありこれみんな同じです同じ意味です心も精神もマインドもみんな同じです私たちの体はこのマインドを表現するためにある体っていうのこのマインドを表現するためにあるわけですねなるべく 感じたことを体が表していくとあよく泣くようになりよく笑うようになりね、えー、感情を体が表すだから本当に健全な人は悲しかったら涙が出てくる嬉しかったら笑いが出てくるこれが非常に、えー、一つ心と体が一つそして、えー、心の状態を体が表してくるっていうまあ日本人は苦手ですねこれは 特に東京人は非常に難しいです東京人っていうのはまあよそ者よそからみんな我々は外国人なんですよ今日私は東京生まれだけどしかし父親は地方から出てきてますからね栃木県から。まあおじいちゃん東京3代ぐらい住んで東京人って言えるかなと思うんですけどそうなると結局東京の生活っていうのは非常に表面的っていうかまああの。 まあ地方に行けばね地方の文化があって地方の言葉遣いがあって地方の感じがお互いに理解できるわけだけど東洋ってはみんなよそ者の集まりだから非常に自分にとって本当の文化じゃない,自分の文化しかないんですね。みんなの文化じゃないねこれみんな,なんとなくですから東京人の特徴は非常にこ礼儀正しいって礼儀正しいっていうことは言いかれば心で話さないっていう難しいと距離感が非常にある。 教会に来てもよくいらっしゃいましたあ本当によくいらっしゃいました、えー、もうそうしたら言葉が続かないんですね東京の人 <laughs> 地方にいったらそれからわいわいわいと会話するんですけど東京の人挨拶してあと何言っていいか分かんないみたいなところがありますアメリカに行って平野先生ぜひあのこのこ県人館東京の人が集まってやりますのでぜひ,ぜひ来てくださいとお招待しますって言ったんですね、まあ、アメリカに行ったら県人会 すごい盛んですもう県人、ね、沖縄県人会にして広島県和歌山県もみんな集まってもうすごい盛んに、ね、東京県人会っていうのはおかしいけど都人会っていうんでしょうけど <laughs> 全然人が集まんない <laughs> 集まったって何話すのみたいなでそういう中で私たちは礼儀正しく生きなきゃいけない恥をかいちゃいけない、まあ、人目を非常に気にしますね だから本音ととかかか自分の心とかを口が表現してくれないだ,、ね、だから私たちの言葉と私たちの表現と心がこう距離分裂してるっていうかかなりだからそこで「本音と建て前」みたいな言葉が出てくるんでしょうけど本当は私たちの体は私たちの気持ちを 表してくれることが私たちの健康にとても精神的な健康肉体的な健康に大切でもっともっと自分らしく生きるということが大切なんだろうなと不完全である失敗は多いでもなるべく自分らしくこう生きることが健康なんだろうなとう思うんですねさあ笑いについてですけど聖書の中にいろいろ笑いがありましたねまずはじめにアブラハムの笑いは 不信仰な笑いだったということで主が天使と共に現れて「えー、お前の妻サラからね男の子が生まれるんだよ」って言ったら「アブラハムは嬉しいハレルヤ万歳嬉しいありがとう」って言わなかったですね。こんなグッドニュースを聞いてるのにこんな一番嬉しいニュースを聞いてるのに。 プッと吹き出してもう神主に顔を見られないから顔を伏したっていうんですね。そして老いぼれた100歳の私に子供が生まれるはずがあろうかえ妻も年寄りだし90歳でありえないっていうまあアブラハムは主の言葉にもう嫌になってるんですね。主はえ74年間繰り返し24年間繰り返し現れて。 男の子が生まれるよ「お前の子孫は空の星のようになって海の砂によって地の塵のようになるんだよアブラム」って言って「分かりました信じます」ってねやったけど全然子供も生まれないじゃないですか。また死を洗われて男の子が生まれるよって「海の砂になるよ」でも一人も繰り返し繰り返しもう聞き飽きたっていうか言葉だけじゃないですか。 実際何も起こってないなしかし私100歳になっちゃったし妻も90歳だしまあとってもじゃないけどしもうおやめくださいとご冗談はおやまからかうのはやめてくださいともう言葉だけ与えて期待だけ与えて希望だけ与って実際は起こってないじゃないですかもう聞きたくないんですというかもうこの度は腹も立たなくなっちゃってるんです怒りも怒んない <laughs> またバカバカしいまたバカバカしい言葉だ。 非常に皮肉で不信仰の笑いですねこれは私たちもよく分かります希望が何年間も何年間も何年間もええー、わないとねまあそうなりがちですね。という信玄、えー、のありますけど長引く長引く希望は心を鎮めるという長引いちゃうと。 だから希望を持つのはそう希望を持つと落胆するからもう希望なんかいらない希望なんか嫌だ今の現状の節約を淡々と希望をするために落胆している期待するかにがっかりさせられるもうこういうものは嫌だっていう人多いと思うんですね。だからアブラムはプッて笑ったのかへへとワハハと笑ったらよく分かりませんけど非常に皮肉っぽい笑いをして。 もう聞き飽き飽ましたもういいですとそんなんな言葉をかけないでくださいこういう感じでしたそれから1年後でしょうねまた主がアブラハムのところに現るんですけどアブラハムはマブネの木のそばに座っていたんですが3人を見てぜひ、まあ、旅人はなななかかか来ないですからねこの事件を通して中東の人々は「旅人は天使だ」という考えがあってとにかく旅人はつくもてなし。 天使かもしれないいや天使なんだっていう考えですね。で実に3人の天使そのうちの1人は主だったんですけど来年もよろ私はまたこの場所に帰ってくるけどその時あなたの妻サラは身をもっているってこう赤ちゃんが産んでいるっつったんです。そしたらそれをテントの陰で聞いていた入り口の陰で聞いていた紗来奥さんがその時また笑っちゃったんですね。 まあ彼はこういう彼女の言葉をも、えー、非常に、えー、読んでみるとこういうことを言ってますね。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっておりサラには普通の女にあることがすでに止まっていたそこでサラはこの中で笑ってこう言った追いぼれてしまったこの私に。非常に自虐的です。 我々も年取るととここういうういいを追い漏れてしまう俺のこんな年取った私にこういう気持ちになってそういうことを言いますよな俺年だからとか俺もこう言いますね。追いぼれてしまったこの私に何の楽しみがないそれに主人も年寄りでこう言ったそして笑ったんですねのどういう笑いだったかなとかなり皮肉っぽい自虐的な。 笑いだったと思うんですねだから <laughs> みたいな声を出して笑ったのかと思いますけれど、えー、主が、えー「サラはなぜ私は本当にこう埋めるだろうかこんな年を取っているのに」と言って「なぜ笑ったのか」と主に不可能なことがあろうか「私笑いの今頃さうめられた時にあなたのところに戻ってくるその時サラには男の子ができているサラは私は笑いませんでした」と言って打ち消した恐ろしかった怖かった。 しかそれは「いや確かにあなた笑った」っていう <laughs> でこの「笑っただろう」「いや笑いません」「いや笑ったんだろう」「いや笑いませんよ」っていうことの中でらの信仰がこう強くなってくるわけですね。そういうわけでまあ「不信仰の笑いがあるんだなとということですイシマエルの笑い」も出てますけどこれはイサクをバカにしてイサクが3歳だとすると17歳年上ですからね。えー 彼は二十歳になって、二十歳のイスマエルが、えー、まあいじめたわけですよ。バカにしてバカにした笑いというか、あざけるる笑いですね。だから確かに我々も人をバカにしたりあらけるときにあざける笑いしますよあいつバカ、あいつっていうバカ何だおバカ <laughs> こう言って笑うじゃないですか。ですからまあ笑いにもいろいろあるということでしょうねで。アブラハムの笑いは。 もう本当に妻が妊娠した時にもう笑わざるをえないっていうか妊娠期間中顔が合えば笑ったっていうかそれはもう本当に喜んで笑ったっていうところもあるけどもちょっとおかしいおかしいおかしかったでしょういや俺は100歳だよお前90歳だしっつってなんかこう「冗談かよこれ」みたいなことで。 まあ顔を合わせるために、まあ嬉しくて笑った喜んで笑ったでもおかしくておかしいおかしいなみたいなことで笑ったんだろうとそうしたらまあもう何千人のしもべがいますからね何千人のしもべたちもこう笑ってうちのボスすげえな100歳だよ子供産んだんだ。 元気だなうちのボスはっつってまあサラの話をイサクの話をするアブラハムの話ですご,いすごい話だねってみんな笑ったっていうんだね。私の想像をすると牛もヤギも <laughs> 羊も,もう笑った目で笑ったんだろうと私は想像しますけど笑いって伝染しますからね。涙も伝染するし もう笑いも伝染ししますし確かにウイルスも電気伝染するんですけど笑いも伝染するからもうアブラハム家は笑いがいっぱい笑いがいっぱいこういうなったでしょう。でこの笑いっていうのはこう言葉をよく読んでみると何の笑いかなということが分かりますが21節に「主は約束されたとおり皿を替えにみて仰せられたとおり主はサラになさった」ということで基本的にこの笑いは「 神様の約束が実現した神様の言葉が実現した、まあ、これ丁寧に仰せられた通りにって書いてありますけどあまりこの丁寧すぎて好きじゃないんですけど英語では「as God said」主が言ったように主が語って主が言った「as God said as the Lord said」主が語ったようにで先週は血の契約を勉強にして神様が言葉を与え約束するよと言って、その保証として 信じていいんだよ必ず起こるからねその保証として契約を結ぼう、えー、そして血が流されたわけ血の契約が結ばれるそれは私が飾ったことは必ず実現するというどんな状況であってもどんな難しい状況が必ず実現するんだこういう保証があるこう血だっていう今日私たちが持っているのはイエスキリストの血でイエス様ご自身が取って飲みなさいこれはあなたが罪を許すために流す 私の新しい契約の血だって言ったんです動物の血じゃない契約の血だ私の血だ神の子の血だ許されるいやさ必ず許される癒される天国の門に行った時に、えー、入れくださいといでそこに主がいたお前まさか信じるだけで天国に入れると思ってたの そんななはずないでしょ信じるわけで洗礼受けたら天国入ると思ってたのこういうことはないですねこれこそやられると非常に困るわけでそういうことはないよというキリストの地で絶対これは確実なんだよと血を流してまで保証するよと私の愛する巫女イ子スキの血を流してまで私の語ったことは現実だということを保証するんだというですから私たちは信じたいですね。 そういうわけでこの笑いというものが神様の言葉の実現の笑いだった。で、そういう笑いを私たちがします。彼は25年間主に従ってきてね、まあ笑えたわけですよ。やっとね。それってあこれでよしっていうかあ、これが私の人生なんだと自分の人生はこれ良かったんだみたいな。ああ 分かった自分の人生はこうなんだパあルは晩年においてフィリップの朗句の中において私は全ての状況で満,ち足ることを満足することを学んだと言いましたけどアブラハンマッこにおいてもう満足だっていう満足したっていうこういう感じだったでしょうね。えー、それで実はと今日のテーマは「笑い」というテーマなんですが。 アブラハムの笑いでもサラの笑いでもアブラハム家に大勢の人が笑ったというそういう笑いがテーマじゃないですねよく聖書を読んでみるとよく聖書を見ると神の笑いですね神が笑っている神が笑ったというえー、いや神が笑うのかな <laughs> って思うかもしれないけどそう書いてあります6節サラは言った神は私を 笑われました「神は私を笑われました、えー」何を笑ったのかな、えー、サラがまあねええー、衣服の女奴隷、えー、あのこの子によって男の子ともうけてくださいみたいな申し出れをした。 まあ浅はかっていうか不信仰っていうかまあそういうことを神様は「笑ったいいよいいよ仕方がないよね」と笑ったのかもしんないし今度はハガルが奴隷女が自分をバカにして私は妊娠してあんたできなかったみたいで「この子を追い出してください」と「もうハガルと一緒にいられるハガルを追い出してください」みたいなことを言ったりね。 イシュマエルがいじめてくん女はこの女奴隷とその子を追い出してくださいってやったりね、まあ、いろいろサラも苦労してますから気づいてますからねいろいろあったいろいろあったでまあ心配があり不安があり恥がありしかし神はそういうようなサラを笑われたんでしょうねそして祝福された人間ですからねそしてアブラハムまあアブラハムもね エジプトに行くべきじゃなかったんでしょうけどまあエジプトに行っちゃったとその時に自分の妻を妹と呼んだと召し抱えられてしまった結果エジプト人にえらく迷惑をかけてしまったということで、えー、それからまたエジプトからドレ女を連れてきてしまってで、まあ、この子が妊娠してそれからもう大問題ですよね、えー、追い出せとかどうするかこうとか嫉妬とかいろいろあったですものね。 これでまた今度はアビメレクってアビメレクっていうのは,やはパロとかね将,将軍っていうのはマロとか王様のことをエジプトではパロと呼んでローマではカエサルと呼んでまあペルシテ人はアビメレクって呼んだ,んだねアビメレクのところでまた大失敗をやらかしていろいろあって本当に。 戦いもあれば失敗もあれば追い出されることもあれば出て行ってくれといういろいろあったでもイサクが生まれた時にあ,あこれでいいんだこれでよかったんだいう私の人生はこれでよかったんだキリスト神を死を信じてこれでよかったんだいう納得だということではなかったかなと そう思います私も私の本に神が笑ったっていうことを何回か書いてありますが一番強烈な神の笑いは私が昔は片道切符が18万円ですからねその当時の日産の車が22万円ぐらいしてるからね、まあ、今から50年50年。 55年60年近く前で59年前に私はアメリカにその頃はそうだったんですよ。まあ、切符を取るのに1年前からあ、えー、1か月ぐらい待ったんですね申し込んでから切符を買えますよっていう。えー、I-20 ビザ学生ビザを取るのに半年もかかるしねもうパスポートを取るのに3か月で、らいもう大変な時代でした。今と全然違う やっと取ったやったやと取れたとそして、えー、もう朝の2時ごろね悪夢のようにうなされて目覚めてえー、真っ暗闇ですよねそして正座してお祈りしようともう恐怖に襲われてまあ常識論というか俺何バカなことしてんだろうお金もないし電話は全然できないし。 自由なしどうしてそんな雨になるのうな成功何を俺は考えてんだみたいに突然冷静になったら恐れに追われてですね絶対うまくいきこないみたいな気分になったんですまあ恐怖ってそういうものですね、えー、そんなことで三四十分固まっていたら、えー、右側の方からね天井の右側の方からわっはっはって豪快な笑い声がき その笑いいにによっていかに自分の心配が,心配が馬鹿らしいかって自分の思い患っている自分の恐怖というものがいかに実体のないものか私がお前と共にいるよ私がお前を導いてるんだよって私は全能の神だよ何を思い患ってるのとその笑い声と私は一緒に笑って、えー、そして寝てアメリカに行ったんですね。あ確かに神は笑われる 私たち私の小賢しい、ね、知恵とか私の大げさな恐れとか耐えることない心配とか思い煩いとか神を笑われたそしてその笑いによって解放されて私は行動を起こすことができました面白いですね「聖書の神は笑う神だった」という「神は私を笑った」 神が私を笑った時に夫婦の笑いもあったし家族の笑いもあったしそして下人たちの笑いもあったしおそらくヤギヤシの笑いもあったかもしれませんけれど神が笑うそして神の笑いはいかにパワフルであるかということですね神が笑うならば一緒に笑いましょう私が座った教団は なんかキリストがこんなに苦しいんだからみんな苦しんでく <laughs> こんな感じでしたね、えー、どれほど自分は苦しんでいるかを自慢する自分がどれほど苦労しているかを自慢するあの頃誰か一人の牧師が「笑っていいんだよ」と「楽しんでいいんだよ」「人生で喜んでいいんだよ」と誰か言ってくれたらいろいと思うんですけど、えー、そんな感じでしたけどしかし聖書が教えてる神は「 笑う神,です、ね、神と一緒に笑って健康にいきましょうお祈りします。